はい、どうも、妖怪三国志国取りをず今回もやっていきます。はい、今回はね、本当はフェスが社長アップやりたいんだが、これ7日だもんな。これもうすぐ終わっちゃうね。なるほど、勝共もちょっと回したかったんだけど、1枚しかね、チケットがないんでね。今回これですね、コーナーチャージね、やっていきたいと思います。なんかね、すっかり忘れてましたね。クエスト極限、あ、極限極限っていうのかな。クリアすると固有の勲章や称号がもらえると。でクエスト報酬と群馬神ドロップ率は高難度チャレンジ超と同じ。必勝手形の使用条件はクリア時刻を見て後日追加予定。あ、そうなんだ。で攻略の目安としては高難度チャレンジ極限は、まあ、戦力7万以上ということでね。戦力が目安、戦力以下でも勝てる場合もあるってことでね。まあまあまあ、劉備がねとりあえず追加されたんで劉備やっていきましょうかね。ここですね。はい、報酬は一緒かな。まあちょっととりあえず見てみましょう。一応ミッションで、通常ミッションにね、なんか劉備のミッション加わらなかったっけ。あれ気のせいだったかな。あ、劉備チャレンジは極限勝利で50宝珠ねもらえるんで、これですね。まあ目指せ50宝珠って感じですかね。カウンチャレンジ、俺そんなに倒してないかな。もう手形使ってんだ俺。なるほど。はい、まあちょうど今ね、エクストラじゃねえや。コナンチャレンジ半額なんで、ちょうどいい機会なのかなと思います。極限来てますね。情報的には、高い攻撃力と硬い守備が特徴、力や守りダウンの効果を持つ妖怪は群馬神を編成しようということで、まあどうしようかな。群馬神はとりあえずね、全員支柱でやっちゃおうかなと。なんで、ちょっと待って、試練を誰にカウントしてあげようかな。ここでもあれだね、王族いるからいいね。支柱を、そうだな、歯茎さんにカウントしてあげるか。まあね、これね、毎回やるのね、もったいないんで、やりましょう。ゴリゴリに倒すかどうすか。群馬神は、群馬神ちょっとだけ、なんていうの、アイテムドロップ群馬神を使っちゃってもいけるかなと思うんで、いっちゃいましょうかね。はい、七遊ね、私の七遊さんたち、超二突、超四突、屈原さんだけね、ちまき食いましたかね、超一突。極力長さん突、パンピさん長に突でね。はい、戦力7万あるんで、まあ、ちょっと群馬神の編成が心配なんですが、ちょっと回復、まあ、もし極力風いるから大丈夫かな。極力風やられないようにしたいな。こうしとくか。はい、じゃあやっていきましょう。一応ね、展示士、あ、ゴールデン展示士だ。なんか今回のね、ゴールデンフェス妖怪がね、入ってますね。展示士はね、ぶつかりダウンがあるんですよ。ただ、ウィスパーはね、注目使ってる割には、ぶつかりダウンがないんでね、こいつはぶつかりできっちり倒しましょう。今回のフェス4体でやる。なんだね。超厄介だね。超睡眠をバトル開始5秒でやってるんで、なるべく本当はこいつもぶっ倒したいところですね。ちょっとやられるかもね。ちょっとやられるのも、はい、まあ覚悟してやっていきましょうか。できたらウサピオンぶっ潰したいんで、はい、土が苦手か。なるほど、まあ、ちょっととりあえずやってみましょう。土が苦手なんで、最初あれだな、オートを切って、土が苦手なんで、この
忖度ぶっぱなしてやろうかな。多分ぶつかりで、あ、倒せないんだ。ぶつかりで召喚封印された。バリアも張られて、あ、ちょっと待って、急に打ち消しでよかったな。なんかわけのわかんないまま、ちょっと待って。さあここまで来たら、あとは回復をうまく使いたいな。すげえ、おやられちゃった。ちょっと武器が強いね。群馬神をもうちょっと工夫した方がいいかもしれない。ちょっとごめん、もう一回やらせてくれる。でさっきはね失敗した、こっちにしよう。この劉備が陣の世を気づかん。これで召喚封印してるんだね。ウィスパーはぶっかりで倒せないのか。バリアが発動、お守りも発動、召喚封印、睡眠入りましたね。これで撃てる。バリアを取っ払え。あ、やべえ、倒せなかった。ハグキさんで2体は倒せるんだな。これで試練はこれでいい。ハグキさん回復しなくていいかな。極力必殺全然たまんねえな。ちょっとハゲさん回復させます。さあ今ならやられてもいい。極力、あれ、受けてみよう。やべ、これで回復。水、雷、さあフルパワーですね。今ここから強力攻撃がで、何のなんかあれだね、本当何の攻略にもなってないな。ちょっと待って、この必殺、あ、そういえば前衛後衛とか何も考えてなかったね。すげえなあ、ちょっとパニクったね。打ち消しバリア、指弱点ないのかな。これで打ち消し、お守りがあるのか、これでいけるかな。じわじわダメージ、全体攻撃来たらやられる。あー倒したけど、なんかごめん、なんかごめんっていう動画になっちゃった。なんか全然こうしたらああしたらいいっていう、なんかそんなのもなんかなんとなく倒してしまいましたね。という感じでした。ダメージは、まあ、ハグキさん活躍してくれましたね。はい、シチューで倒す劉備でしたが、これを見るとクツゲンさんが一番活躍してくれたようですね。はい、ちょっとね、なんか前も避けれなかったし、まあ、とにかく猛将君を使って、あ、これですね、劉備でね召喚封印してくるので、で GM 魔が技封印召喚封印してくるっていうね。やっぱり今回のフェス妖怪強いね。お守り打ち消しガードもあったんだね。極力くカンピさんやっぱ強いね。ジーウサピョンが超睡眠やってきたんだな。なるほど、ここで大ダメージ食らってたらやられてるとこだったけど、ここでカンピがやられちゃったんだな。
ん？あ、そっか、超過護で復帰してんだ。やっぱここのね、過護がでかいですね。だから、猛将くんがいいんじゃないでしょうか。猛将くんなのかな。なんか、ほんと、パニクったね。打ち消しガードしてたんだね。で、一応、クツゲンさんでね、お守り。あ、お守りでガードされたのか。やるね、相手も。なるほどね。はい、ということで、やっぱり敵にしたらかなり厄介でしたね。ここで加護だもんな。全然あれだな。あれあれってあんま俺分かってないのか。カンピさんなんで超加護で復帰できたんだろう。分かってねえな。はい、はい、ということでね、ちょっと今回相手がなんかいろいろめんどくさくて、七遊だけで戦ったんですが、まあもうちょっと群馬神ね、ドロップアイテムだけじゃなくて強いのを使って悪い取り付けをね、回避しつつやったらいいのかなと思うけどね。なんか超睡眠でぶっ放すのもいいけどね。まあちょっととりあえずね、なんか攻略っていうよりはとりあえず倒してみたみたいな感じになってしまいましたが、まあとりあえず分かったことはね、今回のフェス妖怪たちはとても強いので、はい、ゲットした方はおめでとうございますってとこですかね。とりあえずすいません、やってみました。もっとなんかうまい攻略がね、あると思うので、なんかそこまで脳みそ回らなかったな。ただこれね、エンマが2体いるんで、七遊の試練ね、集会でエンマね、それはいいんじゃないでしょうか。気力15を消費してエンマ2体ね倒せるので、あの七遊の試練ねのエンマ系ここで集会するのもありかなと思いました。極力なんかね編成してれば OK だからね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じしましょう。ちょっとねちょっと行き当たりばったりでやりすぎたな。はい、もうちょっと超睡眠、私超睡眠メンバー 2人いるかな。順位いくと暴走リンネがいるんで、まあ超睡眠メンバーでねやってみてもいいかなと思いますね。はい、じゃあすいません、今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ミッションで、はい、これねゲットできましたんでね、はい、皆さんもね50ポジもらえるので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、じゃあすいません、それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いやー、ヘボイ楽しかっただな。